食物を得るための狩りを楽にしたい。食物を食べやすく調理したい。時代は移り変わり、空を飛べるようになりたい。敵軍を的確に殲滅できる兵器を作りたい。我々人類は自分の理想を頭の中で組み上げ、それを実現してきました。そして人類は新たなステップ、時間を操りたい。寿命を伸ばしたい。過去に習えばこんな突飛な野望も実現できるかもしれません。今回はポケットモンスター SV に登場した第三伝説の解説最終回と行きたいと思います。オンジャロホイホイどうもサオでございます。さあ今回も解説していきたいのは第三伝説。そろそろみんな飽きてきたんじゃない？そろそろみんな飽きてきたっていうことは僕も飽きてということなので、今回はちょっと別味の味変解説をしていきたいと思います。まあ前回も味変したんですけどね。で今回はどんな説なの？第三伝説、今考えれば考えるほどブラックボックス、そんなものになっているんですが、まあ今度ですね、2月27日にですねポケモンデーを控えております。おそらく SV のアップデ情報などはあると思うんですが、まあ DLC が公開される確率が非常に高いなって思ってます。さあ皆さん、この DLC には何を望みますか？もちろん円盤のポロロンも出てくるとは思うんですが、アンケートを取った際に絶対に1位になる項目、クラベルの奇世界要素が欲しい。まあみんなもそう思ってると思います。そんなヤバいものを実現するのか？今回お話ししていきたい話が実現というお話、つまりスピリチュアルなお話をしていきます。第三伝説の、まあ、文字通り第3回目の解説になるんですけれども、でね、この説に関してはもう1個目の説、2個目の説ね、まあ、以前の動画よりはもうかなりソースがないというか好き放題言っていきたいと思います。冒頭お話ししたクラベルの奇世界要素、こんなものが実現するのか、人間が思い描いたものって必ず実現するよね、みたいなそういう風な格言を聞いたことがあると思います。そう。まあ、てなわけで今回はこういう理想と現実と実現、この辺のお話をしていきたいと思います。まあ理想といっても人類の場合野望といった方がいいケースも非常に多いんですが、まずはこのパルデア地方に渦巻く野望、その野望は穴の中で渦巻いておりました。エリアゼロの探索というものは2000年前のパルデアの帝国の時代から続いています。そこに何か宝があるんじゃないか、そんな野望をもとにエリアゼロの内部を探索するということを始めたんですね。そして200年前、ヘザーさんです。スカーレットブック、バイオレットブックによって、そんな野望は果たされる形になりました。このように理想というものは、いつか現実になります。しかし、そこに宝があったかというと、ちょっとわからない部分です。しかし、今のパルデアには、もう一つ野望というか理想がありました。というのも、時間を操る能力。これは、オーリム・フトゥが開発した、いわゆる、時間を操りたいとか、過去のポケモン、未来のポケモンを現実のポケモンと共存させたい、そんな理想から生み出された現実の技術になったわけです。さあ小賢しいリスナーの皆さんはそろそろ分かってきたんじゃないでしょうか。今回第三伝説というもの、いや第三伝説という事象は理想を現実に変えてしまう力があるんじゃないか、こういったお話をしていきます。決して植木の法則のロベルト・ハイドンの話をしたいわけではありません。さあこのような考えに今回なぜ至ったのかというソース、まあ少ないソースですね今回に関しては、はい、を見ていきたいと思います。まずは楽園防衛システムが一番皆さん的には頭に残ってると思います。つまり楽園です。さあこの楽園生活、楽園生活、紙パックの野菜ジュースみたいになりましたね。楽園計画というものは何だったんでしょうか。もともとこの楽園計画というものは存在し得ない計画、まあこれは不可能な計画だったわけですね。でこの楽園計画という名前はオーリムフトゥ、まあ元い AI、 これらの最後の研究チームが考えた計画名なんです。もともとはテラ計画っていう名前でした。どこかで聞いたことはありませんか。これはエリア
ゼロ降下中に見られる日記によるものです。凍結されたテラ計画が再始動。今月からゼロラボに拠点を移す。昔より研究員は減ったが問題ない。結晶体の影響が大きく、実験結果が安定しない。結晶体の力は強大だ。企業は不安定さを怖がったが、不可能だった研究に着手できる。やっと楽園を作れる。このようにオーリムフトゥーはおっしゃっています。この楽園計画がなぜ不可能だったのか、それは不安定なエネルギーや膨大なエネルギー、これを我々は支配する術を持たなかったからです。しかしこれをなんとか利用可能にすることができたのが、おそらくヘザーさんの手記による計算式、そして仮称〇〇〇の存在。この仮称〇〇〇はテラスタルの元締めです。だから膨大なエネルギーはこの外角のポケモン、そして不安定なエネルギーをどのように利用するのか、それはヘザーさんの手記。このように理想を現実に変える力っていうのはパズルのように組み上がっていく形になります。というわけで楽園って何なんでしょうね。楽園神話です。楽園神話というものはエデンとかで聞いたことがある、理想郷みたいなお話ですよね。モンスト民はめちゃめちゃわかってると思うんですけど、旧約聖書に出てくる神話でございます。人間が最高の生活ですよ。もう各々の一番ベストみたいな生活が送れる、そんな土地や島、さらに時代などのことを綴った神話でございます。また楽園というものは様々あります。旧約聖書だけではなく、ギリシア神話のエルシオ、さらに北欧神話のバルハラ、いろいろとこのように理想郷というものは神話で描かれてきました。今回注目していきたいのは、このように聖書のように書に記された理想郷ですよね。今では考えられないようなことが書かれていたわけです。それはつまり、スカーレットブック、バイオレットブックも上げ足を取るなら神話みたいな書なんですよ。あの書にはそもそもパラドックスが存在していてっていう話はもういっぱいしてきたから、今回は割愛するんですけれども、あの書を実現することができれば理想を現実に変えたと言っても過言ではないんです。それを可能にしたのが第三伝説の力なんですよね。だからもちろんスカーレットブック、バイオレットブックが本当の事象を書いてるかは分かりませんが、あれが本当でなくてもいいんです。だって神話だって本当か分かりませんよね。それを実現してしまったのがオーリムフトゥーさんなんです。さあ、楽園というものは理想郷ですよね。さあ、こういった理想というものは他の文言にも出てきます。例えば幻のポケモンイメージ、観測隊員スケッチ担当が描いた幻のポケモン、エリアゼロに幻のポケモンがいるならどういう見た目かと想像しながら描いたようだ。これもいわゆる妄想だったり理想だったりするんですよね。この文章ってめちゃめちゃ不可解で、いねえじゃんって話なんですよね。今回の説でいくと、なんでいるはずもない同人誌的なポケモンをいきなり描いたんだって話。つまりこれはメタ的に考えれば理想が現実になる、つまり存在していなかったポケモンが存在するようになってしまうのがエリアゼロの何かしらの効果なのかもしれないよねっていう話。つまりテラッサル自体は二次的な効果なのかもしれません。テラッサルの結晶自体のエネルギーはそういったものに本来使われる可能性がありますよね。例えば別タイプになりたいとかいう理想を叶えるとしたらどうですか。そんなことを実現するはずないんですよね。でもテラッサルはそれを実現させてしまう。またこれも僕の妄想でしかないんですけれども、エリアゼロの冒険で調査隊が見つけた謎の地上絵のようなもの、人々って何をしてほしい時に儀式をしますか。これは理想を叶えたい時ですよね。例えば雨乞いの儀式だったら、雨を降らしてくださいって神様にお願いするんですよね。しかもこれエリアゼロでやられてるから、もしかしたら何かしらの理想が現実化してる可能性はありますよね。まあこれは適当に言ってますけど、例えばテラッサルの力でどんな病にも効く特別な植物が欲しいとかね。それでは次の項目に行きましょう。じゃあ実際にそんな理想を現実に変える力があったとして、先ほどの手記をもう一度見ていきます。でこれは誰から教わったのかっていうと、これが分かんないんですよ。円盤のポケモン見たけど僕あんま覚えてないし、穴埋めができてないよねみたいな、そういうお話がね綴られているんですけれども、
まあ仮にですよ、これがヘザーさんの妄想だった場合もこれ非常に面白い説なんですよ。スカーレット・バイオレット・ブックっていうのはこの調査隊員が最深部まで全然行けませんでしたとしたら、この研究ってどうなるんだっていうところで、まあ彼らの理想はこの研究を社会に生かしたいだとか、功績を称えてほしいっていう理想が生まれるわけですよね。そう、つまりこの本にも非常に理想が詰め込まれていたとしたらどうでしょうかっていう話ですね。じゃあさらに詰まると、この第三伝説のポケモンすらも理想が現実になるっていう、そういったファンタジー的な効果で生み出される、存在するはずのないポケモンだったのかもしれません。だから今回の説をめちゃめちゃ否定する話にはなるんですが、オーリムフトゥの楽園を目指した計画っていうのは、まあ彼の努力が根幹にある部分ではあります。まあそれに第三伝説とか、まあそういった要因になった現象たちがバフをかけていたら面白いよねっていうお話でございました。うまくまとまったのかよくわからないんですが、まあもともとこれまとまってない説なんでこの辺でいいでしょう。それではご視聴ありがとうございました。今回チャンネル登録をすると、プラベルの着せ替え要素が、追加される確率がですね、4万%上がります。それではご視聴ありがとうございました。残念ですが、さようなら。